ブインテリアセミナーを開催いたします。本日の講師は園芸研究家、ガーデンデザイナーとしてご活躍の吉谷圭吾先生をお迎えいたしました。ではご講演いただきます前に、少し先生のプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。先生はフリーランスのグラフィックデザイナー、広告美術ディレクターを経て1992年にイギリスに渡られました。帰国後7年間のイギリスでの経験を生かしたガーデンライフを提案され、 NHKBS2 イングリッシュガーデン四季物語など NHK を中心にガーデニング番組の企画キャスターを務めていらっしゃいます。その他、公共商業空間のガーデンデザイン、草花にちなんだディスプレイ、空間デザイン、クラフトワーク、また庭や草花に限らずデザインワーク全般、エプロン、ハサミ、バッグなどのオリジナルグッズや生活全般のプロダクトデザイン、ファッションデザインも手掛けていらっしゃいます。本日は英国の庭とインテリアをテーマにご講演をいただきます。それではお迎えいたしましょう、皆様拍手でお迎えください。吉谷圭吾さんです。どうぞよろしくお願いします。今ご紹介いただいた通り、私は80年代デザイナーをしていまして、で日本がですね、ちょっと今英国の話をするのでちょっと私のプロフィール少し補足させてご説明させていただきたいと思うんですけれども、80年代テレビのコマーシャルなどを作ってまして、で、まあ、バブル崩壊の兆しをイギリスに限らないんですけども、何度もヨーロッパに行くうちに、ヨーロッパのランドスケープっていうか、こう都市デザインとか環境の景色が素晴らしいってことをいつも思ってまして、タイトルは英国の庭とインテリアということで、一番最初の写真は、まあ、ガーデンルームズといってイギリスの庭っていうのはですね、アウトドアルームズって言うんですよね。要はガーデンなんだけどもエクステリアと違うんです。一つの囲まれた空間の中で家具を並べるように、その植物を並べ、一つの絵になる空間を作るのが、まあ、イギリスのガーデニングなんですけれども、チャールズ皇太子も言っておられます。私にとって庭作りとは生きた植物を使うペインティングであると。これは私テレビのあれで聞いた時にびっくりしました。一国の皇太子がガーデニングがペインティングであるなんて言うなんてすごいと思って、まあ、そんなとこから始まります。でここで今日の結論もさっきちょろっと言いましたけど、ウィリアム・モリスの格言なんですけども、人類に最も重要で、まあ、龍馬さんは日本の政府を作ろうとしてた時代なんですけれども、まあ、そういった国の違いも大きいのかなと思います。で、そんな時に、この象徴的なトレリスの、モリスのデザインしてた壁紙なんです。これはまあカーテンもありますけれども、害虫のコガネムシが実はこの中にくっついて、それを食べようと小鳥が狙ってる絵でもあるんですね。ただバラがきれいに咲いてるんではなくて、害虫のコガネムシがバラの中心に止まっています。ということは、この絵は素敵なインテリアの柄であるけれども、ある種自然保護運営の図なんですけども、それを戒めてもいないわけです。その共存しよう、人間がイチゴを食べたいし羊も食べたいという中で共存しようというテーマが込められていますよね。そしてモリスは、一流のガーデナーは野鳥に思いを馳せると言っています。具体的に今から100年から150年くらい前のイギリスのお庭のガーデニングをしている奥様の様子ですね。こういったものが壁紙になったりカーテンになったりしているというのがとても素敵です。こんなデザインがあります。これは野原に、自然の中に、明らかにこれは無農薬の世界にウサギがいるという図ですよね。単純に柄としてそこにあるのではなく、柄というのはことほど作用にたくさんのメッセージを持っています。これはサンダーソンのショールームなんですけれども、サンダーソン社というのは今から160年ぐらい前に出来上がりまして、その時にミドルクラスのためにこうした花柄の製品をたくさん作って大きくなった会社です。お金持ちのためではない、要するに産業革命が起きて世界で最初にサラリーマンのようなその中間階層というのができてきて、そこでその人たちがそれぞれのお家で可愛らしいカーテンを飾って楽しむという、要するに今から160年前にインテリアを楽しむということがイギリスの幅広い層の中で広がっていったわけですね。で、ちょっと次の写真、あ、これちょっと違いますね。ちょっと間違ってました。アッパークラスのインテリアをちょっと見ていただこうと思うんですが、これはまあ、ルイ14世
的なスタイルを持つけど、こういうデザインってさっきも話しました、80年代の私だったら大好きなんですけれども、この部屋はもう、まあ、一泊お部屋を取ってちょっといたんですけども、全く落ち着かないというか救いがないというか、窓の外も全部コンクリートなんですよね、街の真ん中ですから。やはり緑がないってこういう感じなんだ、素晴らしいデザインだけれども心の中のこう気持ちの拠り所がない。だからデザインのレベルがすごいというだけでは人の心って癒されないんじゃないかなと、まあ、これは私の個人的な見解ですけども、まさに思ったわけです。で、また戻りますけれども、個人宅に泊めてもらうんですけども、そういうのもイギリスの B&B というのをインターネットで見ていただくと意外と見つかります。まあ何千何百とありますので、インテリアの趣味もそのあまり好きじゃないのもあるので、インテリアまで分かるサイトで見るといいですし、そういう中でこういうところに、あとこの時にはここに4日ぐらいか3日に行かさせてもらって、また違う種類がある、なんだけども何かする統一感がある。これ答えは色ですよね。ここでは白地にブルー系か赤なんですけれども、いろんな柄が来てます。それでもその色の統一感があるから柄オン柄が調和するわけですね。そしてこの水色のカーテンの向こう側にはボイスが見えて、外のエクステリアの色彩とインテリアもつながっているから、外と内側がつながっているわけです。明日ダンデライオンってタンポポっていう柄のファブリックが大ヒットしたんですって。私個人的にはあんまり興味ないんですけど、でも面白いなと思いまして、これもツートンカラーの大成功というか、壁の色や、インテリアの家具の色と合わせていく、今イギリスだけじゃなくて世界的なブームになっているのかもしれませんが、非常にカラフルブームですよね。今年の春もう最新のデパートいらっしゃったでしょうか。ファッションももうオレンジとか黄緑とか紫ってファッションがダーッと出て、あとシャーベットトーンもそうなんですけども、色が非常にカラフルです。こういった真っ赤なクッションじゃなくて、長椅子の上に派手な色のクッションをこう並べるというのも組み合わせの妙ですよね。要するに編集能力というか、その組み合わせの面白さが非常に本当に冴えているというか、でこういうクッションとそれからお花の世界、そういったものがやはり、お花を咲かせるんだったら青、例えば青を持ってくる、そしたらもう赤とかピンクとか混ぜない、それが洗練された庭作りの最大のコツだというのをその時彼女は言っていまして、それとこのインテリアの二色使いって近いって感じがします。なのでこういったこのお庭の世界も、色を使いすぎないというのが最近のもう本当長いトレンドになっています。まあ、ピンクとこれはパステルカラーだけのお庭ですね。それとこういう二系統使いクッションの色というのが近い、で今のこのモダンなデザインのクッションのデザインですけども、それと同じくして同じ時代の庭というのがこれです。言われている庭なんですけれども、まあ、去年ツアーでこの庭を訪ねましたけれども、まあ、色の統一感というのはそうなんですけれども、植物を彫刻に見立てて、これは一の木かな、それが彫刻のようにポンポンポンと配置された中で、やはり構造デザインがシャキッとモダンなデザインですよね。で、こういう色を使いすぎないということと、このホテルのインテリア、これがまあ非常に共通点を感じるところがあります。スタイルがね、モダンがクラシックをちょっと、ここでは色の話だけ出ましたけども、トレマンシェ公爵夫人の庭はどちらかというと微妙なパステルトーンで濃淡で薄紫で濃い紫で、そこにちょっとクリーム色が入ってというかなり微妙な濃淡なんですけれども、逆に構造的には弱いんですよね。植物が全部ボワボワボワと点だけでできているというか、で片やこちらはジム・ギリングさん男性です。でバチッともう大体ね、彼の庭は真っ赤とかオレンジとか黄色を使ったお庭も多いんですけれども、よく見ていただくと植物の形がはっきりした形、丸とかこうヤツデみたいな形とかカンナとかフォルム、植物のフォルムの組み合わせが非常にコンビネーションになっていて、そこに色を赤しか使ってない、非常に構築的なんです。でさっき嫌がったんで全部自分たちで番組は研修を持ったということがありました。でそういった中でこうガーデンショーというのは、これもそうなんですけど、アウトドアリビングルームとしてこういうふうに空間を作って、そしてその、どういう絵で、コントラストをつけていくかとか、これもそうですね。これ去年これはこんなさんでお伝えしたボタニカという、そこの植栽をさせてもらったんですけども、その時も
空間と植栽の関係ということで作った。で最後の写真になりますけれども、まあ、さっきも繰り返しますけれども、人類に最も重要な、まあ、何かといったら芸術は、女性が植栽をするというのはなかなか、あのさっきも言いましたけど、男性は構造力を開けてる、女性は何かこう植栽というか雰囲気を作るのがうまいところなんですよ。ですから男性だけでもダメだろうし、女性だけでも多分足らないんだと思うんです。男か女かじゃなくて、男性と女性がうまく理解し合って作った空間こそが理想の空間かもしれないし、西洋だけでも東洋だけでもなくて、これからの時代というのはもう本当にこれだけ流通が盛んになった中で、いろんなところを見て何が素晴らしいかということが、あ、その分かった上で、さっきも言いましたけど、最大の学びはヒントだったのを真似をすることだというふうに言いましたけれども、どっかでこれは最高だと思ったら、最高だと思うものを自分の血や肉にして、まあ、得るというんでしょうか。そういう中で最後に表現するのは、あ、ここ気持ちいいね、いい気分だなっていうふうに思ってもらえるものを作ることなんだろうと思うんです。最終的には何々風でもない、なんかルイ王朝風でもないし、なんとか風じゃなくて、ここはなんて気持ちのいい空間なんだろうか、そんな風にできることこそが個人個人の人たちの持っている才能だし、個性だと思うんですよね。自分の個性を表現する、余すとこなく個性を表現することで、他に負けない力のある作品を作れるでしょうし、そのためには私たちは一体何歳になっても勉強するべきものってたくさんあると思うんです。インターネットの世界からだけじゃなくて、やはり飛行機に乗って海外に行くことは非常に価値のあることだと思いますし、まあ、あの新幹線乗って大阪でも東京でも、そこにいるだけじゃなくて動くということの中に大きな刺激があると思います。ぜひどうぞ、あのインテリアデザイナーの方はどうぞどうぞこれから庭巡りをしていただけたらと思いますし、ガーデナーの方はぜひちょっとした素敵なインテリアのレストランとかカフェでも、何かちょっとそういった空間、あるいはインテリア雑誌をルーペで見ちゃうんですけどね、私なんかはもう、あの三角スケール当てて、これモジュールどうなってるとかってダーって見ちゃうんですよ。こう椅子の高さ、テーブル、あ、こうかこうかって。そうじゃないと、はいはいはいって見て、あ、分かったって言うんじゃ分かってないんです。やっぱり全部このインテリア雑誌のこのページすごいと思ったら、どこの会社のペイント使って、何番使って、何センチだからこうなのか、でも窓の外の緑があるからこれ素敵なんだとか、全部そこから紐解いていくってことが本当かと思います。ぜひどうぞ自分のテリトリー以外のところに、皆様明日から春が来が近いので、出ていただけたらと思います。ちょっとオーバーしちゃいましたけども、もっと話したいんですけど、今日はここでおしまいにさせていただきます。最後までご清聴いただきましてありがとうございます。そして心地よさを知るということで、まあ、皆さんもこれから仕事をされる。